コーン県県は、タイ、東北部の県の一つ。ノーンブワラムプー県、ウドーオンターニー県、カーラシン県、マハサーラカーム県、ブリーラム県、ナコーンラーチャシーマー県、チャイアプーム県、ペッチャブーン県、ルーイ県と接する。コーン県県は、東北部で2番目の大きさを持つ県であり、コーラーと大地の中央に位置している。地位側が県内を流れている。 台東北部の中でも、降水量は少ない方である。雨季は平均で5月から10月前半までであり、8.9月は、降水量、降雨日数ともに多い。12月は1年のうち最も涼しく、降雨もほとんどなく過ごしやすい。1783年、ラーチャクルール1と呼ばれる人物が330人の人民を引き連れ移住してきたのが、県の始まりである。 当時の中央政府の王、ラーマ一世は彼をこの地の国主に命じることで、イーサーンとの連携を図った。その後、県庁所在地は1879年まで6回も移動し、現在の場所に落ち着いた。20世紀初頭にモントン制が導入されると、本県は行政の中心地となった。県庁コーン県県は26の軍に分かれ、その階に199の町と、 2139の村がある高温県の県学校はありがとうございます。